20年はまだ若手ですね。はい。とりあえずやってみようっていう気持ちの方が強くて、あんまり迷いはなかったですね。同じ時代に生きて、同じ舞台をご一緒に務めさせていただけるっていうことが、自分にとってどんなに幸せなことなのかっていうことは感じますね。いつもこう本気の人だなと思います。全てにこう手を抜かない人だなって、いい意味で本当にすごいそこを尊敬してますね。太夫も本当に簡単には語れないですし、三味線も同じようにやっぱりとてもしんどい、演奏するのに大変な曲なんですね。そうですね、駒之助師匠とこの曲を務めさせていただくということは本当にありがたいことだと思っています。とにかく一度聞いていただきたいなと思っています。